絶対寿司だよ、寿司寿司。で、ファイティングルームとは一体どこ？ん？こっちか。何するとこなんやろ。戦うとことしか思えんねえけど。あ、なんかいっぱいおるよ。戦う場所だよね、やっぱり。こちらはファイティングルームです。ここでは何をするんです？はい。二チームに分かれて戦うチーム対抗バトルをしてもらいます。みんな戦っちゃうずら？伝説の妖怪マスターの戦う近くで見られるとか光栄です。さっきから戦ってるよ。ケイタさん、一緒に頑張りましょうね。うん。残念ですが、ケイタさんとアイナさん、お二人にはチームリーダーとして別々のチームに分かれてもらいます。その方がバランス的にもちょうどいいですから。よろしくね、リーダーさん。いや、待てよ。ケイタさんを相手に戦う方が、伝説に挑戦みたいな感じでむしろ燃える展開かも。ケイタさん、あなたの伝説は今日でおしまいです。え、マジか。あなたに勝って妖怪マスターの座はこの私がいただきますから。桜第一小学校5年1組美空愛菜だね。桜第一小学校って俺と同じ学校だったんだ。ケイタさんも？まさかここに来てそんな衝撃的な事実が明かされるとは。うん、ますます燃えてきた。めっちゃ人数が多い小学校なんかな。私小学校に知らん人なんか一人もおらんかったけど。彼女といるとなんか退屈しなさそうですね。こういうやつなんだに。まあ3クラスぐらいしかなかったけん、そりゃ知っとる人しかおらんか。それでは準備ができ次第チーム対抗バトルを始めましょう。バトルの準備ができましたら僕に教えてくださいね。よし、周りを走ってるやつがうぜえ。頑張るよ。それではどちらのチームでバトルしますか？じゃあ、あゆのチームで戦うわ。かしこまりました。それではバトルスタートです。よし。バトルスタート。レディーゴー。さあ、頑張るよ。お、すげえ。ウサピョン、コマジロウ、バニーミント。いいね、いいね。なるほど。今まで自分が使ってないようなのをいっぱい使えるわけやね。極太ウサビーム。うわ、速攻で出てきたし。よし。叩け叩け。コマジロウが使えるとか感激。チャージ完了。どうした？うふっ。ヒリヒリするわ。大丈夫か？風雷サンダー。お目目パッチリやった。お、やったね。モンギー。みんないろいろ拾って。必殺技が使いたいんだけど。バニーミントは必殺技使えないの？お祓い？お祓いがいるのね。オッケーオッケー。おう、ベイダーモードになったよ。はい、お祓い完了。あ、やべえ、みんなやべえよ。みんなやべえよ、あ、動けない。コマジロー。コマジローどころかウスタピオンやられてんですけど。ちょ、待って、入れ替えるわ。ほい、そして、回せ回せ、超かわいいわ、バニーミント。ね。いけい、チャージ完了。切り札はハートのエース。おー、両端を一気に、かっこいい。よし、叩け叩け。いっけい、オオカマ。どうよ、チャージ完了。オオカマ変化の術。あれがなんかカエルの舌みたいになっとんやね。いいねってことで、誰も使えないじゃん。ね、誰も使えんやん、必殺技。ちょっととりあえず入れ替わって。お祓いしとこ。こすれこすれい。そしてバニーミント下がって。キュービーを呼び出し。よし。あ、キュービーの出番がなかった。勝利。イエーイ。
なぜこのみんなに経験値が入るのかは謎だけど。皆さん、上手、上手。ケイトさん。さすがは妖怪マスターですね。これからもリスペクトします。うん、ありがとう。いやー、いいバトルでしたね。お、どうしたどうした？ケイタ。コマさん、どうしたの？お願いがあるずら。オラはもう一度友達にしてくんろ。何言ってるの、コマさん。俺たち前から友達だよね。でも、最近全然妖怪ウォッチで呼び出されないずら。ケイタが USA に引っ越してから、兄ちゃんずっと寂しそうだったずら。いいんずら、コマジロウ。頼りにはオラがいけなかったんずら。だからオラ決めたんずら。もっと強くなって、頼れる男になるって。そしたらいつかケイタもオラを呼んでくれるって。ごめん、コマさん。コマさんが悪いんじゃないんだ。実は USA に来た時、前にもらった妖怪メダルがなくなって。ああ、これってウィスパーのせいにゃんね。ぎくー。だけど、またケイタと一緒にバトルさしてたら、みんなと一緒にいたい気持ちが、もんげー大きくなっちまったずら。ほら、もっと頼れる妖怪になるから、一緒にいさせてくんろ。もちろんだよ。コマさん、またよろしくね。あ、私も一緒に友達契約お願いします。ついでにすげえな。ずらー、みんなよろずらー。おー。コマさんと友達になった。お、ちゃんと本当に使えるようになったんや。やったね。ニックネームはいいよ。コマさんの情報を妖怪大辞典に登録した。え、コマジローは？コマジローは来てくれないの？コマさんの妖怪メダルを手に入れた。おお、妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。兄ちゃんよかったずらね。これでオラも安心ずら。コマジロは妖怪メダル渡さねえずら。オラにはまだやることがあるずら。それが終わったらまたお願いするずらよ。やること？それってなんずら？それは後のお楽しみずら。さあ、バトルの後はお待ちかねのお食事タイムです。おお、マジで？やった！待ってました！では皆さん、カフェテリアへ向かいましょう。カフェテリアで食事をしよう。ずっと走ってんのか、あいつは。ぶつかりそうだね。邪魔だよ。怖いよ。カフェテリアで食事。そんなことまで決められるんか。まあ、なんかあれ？ツアー的な感じってことかな。予定通りすべて進めていくみたいな。こちらはカフェテリア、つまり食堂です。もうさっきからお腹ペコペコだったんですよね。ちなみに我が社の食堂は超豪華。おお、すげえ。毎日寿司と天ぷらが食べ放題となっています。おお、いいね、いいね。食べ放題って、いくらでも食べちゃっていいぞらか？ええ、お好きなものからじゃんじゃん食べちゃってください。お寿司の食べ放題とか。じゃあ一口目はお寿司で決まりよね。いやいや、何言ってんの。ここはやっぱり天ぷらだよ。あれかな、寿司と天ぷらに出てくるキャラってこと、この二人は。この子が寿司で、あっちのスピーディーダブルやっけ。あれが天ぷらってことかな。はぁ、信じられないわ。ここはお寿司に決まっているじゃない。いいや、天ぷらだ。そこは絶対譲れないね。ぬぬぬ。あの二人は一体何をやってるだに？そんなのムシムシ。とにかく今はそんなことより。ごちそうにかぶりつくにゃーん。いやー、絶対寿司だよ、寿司寿司。いいな、夢のようやん。ヨップくん。こちらはカフェテリア、お食事をしていただく場所となります。もうみんなもう思い思いに食べよる。はぁ、もうお腹ペコペコ。早くお寿司を食べないと。あ、二人とも食べよる。どうしたぞら？何か考え事ぞらか？どうしたどうした？豪華すぎてってこと？お寿司を食べてえけど、天ぷらも気になるぞらね。はぁ、迷っちまってもうオラには決められないぞら。どっちも食べていいんだよ、別に。ねえ。お、社員さん？さすが我が社の開発したパッドは処理能力が高いな。ん？食事をしているわけじゃないのね。パッドを見ているのか。
食べるときまでめっちゃ走り寄る。止まれんのかな。天ぷら、天ぷらが食べたい。え、これは何？自分で自由に取るの？いらっしゃいませ。カフェテリアへようこそ。店員さん、早速だけどお寿司。ヒラメにアナゴにイセエビ、あとマグロも食べたいから、とにかくフレッシュで美味しい海鮮をたっぷりでお願いね。僕は天ぷら。ごめんなさい。実はそれが無理なんです。え、なぜ？何？どういうこと？どうしてですか？実は食材が足りなくて、皆さんの分料理が作れないんです。え？天ぷら食べられないの？そんな、私のお寿司がもうお腹ペコペコなのに。わかりますよ、その気持ち。私もご馳走を期待していたのに、この展開はあんまりですよね。え、食べれないの？それでは皆さん自身で食材を揃えてもらいましょう。え、私たちが食材を？え、何？買い出し？さあ皆さん、オーシャンフロアへ向かいますよ。オーシャンフロア、何？釣り？海だよね。え、釣るんすか？もしや、魚を取るの？天ぷらは？この先。おお。でっかい水たまり空。これは水たまりじゃなくて巨大な水槽空よ。この水槽の中には高級食材のお魚たちがたくさん泳いでいます。え？じゃあ食材がないとかここにいっぱいいるじゃん、取れよ。あ、わかった。じゃあそのお魚を私たちが。ええ、皆さんには食材となるお魚をここで釣ってもらいます。なるほど、そういうことだにね。だったらここは兄ちゃんにお願いするずら。田舎で釣りまくってたあの頃の腕前、もう一度オラに見せてくんろ。任せるずら。お、いいねいいね。コマさん腕の見せどころ。あゆな、ミーたちも大物を釣り上げるたに。了解であります。てか、まさかの、妖怪ウォッチでも釣りかよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。